はい、3、2。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談何でも受け付けます。はい、健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 メンヘラ103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日収録日が、8月14日の月曜日、はい、はい、第48回の収録となっております。おー、はい、まあ、50回までもうちょっとなんだ。そうですね、区切りのいい第50回まであと2回をとなってますけれども、いいですね。はい、放送日がね8月28日月曜日となってまして、うん、まあ沖縄でも大事な行事の一つ、はい、旧盆、うんうんうん、がこの日から始まると、うんうん、だからこれを聞いてる人たちはウークイを終えて聞いてるかな、聞いてる感じかな、ちょうど先祖をお迎えしてね、聞いてる人いるかな、夜中ね、夜中はねなかなか聞いてる人いないと思うけどね、うん、なんか幸いね、FM 宜野湾さんが YouTube でね配信の方もしていただけてるんで、うんうん、こうやってねオープニング曲だったり、うん、中間のね楽曲紹介とか、うん、エンディング曲とかは、うん、残念ながらね、YouTube ではちょっと流れないで聞こえないかもしれないけど、うんうん、でもね僕らが話してる内容に関しては YouTube でも確認できるからね、うん、そこはありがたく、うん、はい、いつでも見れるしね、うんうん、まだ見たことない人とかはねもうそれこそ第46回ぐらいまではもう YouTube 上でね、うんうん、流れてるし、これを聞いてる人たちはねもう48回今日の分まで、うん、もうすでに YouTube 上に上がってるかと思うのでね、聞くのは可能です、うん、でツイキャスもやってるので、ね、あ、ツイキャスもやってますよ、はい、ツイキャス来ましたよ。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます、うん、キムタクさん、夏実さん復活だねって来ました。あ、キムタクさんありがとうございますはい、そうですね、復活、ちょっとプチ復活なんかこんな感じ、ちょっとこんな感じ、うん、ちょっとこの新レンズみたいな、そう、うまい具合にね上がり下がりしながらね、うん、ピーってはならないようにね、ピーってならないように、そうそうそう、はい、やっておりますけれども、はい、うん、ちょっと今日も元気を振り絞って、はい、うん、あ、さっちさん、あ、こんばんみーって、はい、はい、あ、短いお時間ですが最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、追加してます。ではオープニングの、はい、スタッチさんから、はい、こんばんみ、先週ありがとうございましたってことです。あ、はい、ありがとうございます。こちらこそとっても助かりました、ね、ありがとうございました。うん、うん、同級生であり、そうそうそう、なおかつ同じくメンヘラフレンズの中というか、まあ輪が広がったというかね、すごくない、同級生でさ同じさ時期にさ生まれて、うん、おぎゃーと生まれてからさ、うん、いろんな人生歩んできたけどさ、うん、28、9歳でさここでさ出会うんだよ。いやいや38ですよ。あ、それはごめんなさいなんで年をちょっとごまかそうとしてるの、はい、ごめん、38だった。そうね、うん、9だしかも夏実は。そうよ、ごめん、大幅に下がった、うん、でもそうね、本当にねいろんな
なんていうのかな、経験を経て、あの FM 宜野湾のブースで出会うというかね、うん、そうそうそう、はい、それもなんか運命の妙だなとは思いますけれどもキムタクさんスルーしてあげてっていやなんかね、もう突っ込まずにはいられないんですよ。なんか流す方がね、そうらしいよ、ケントさん。ちょっと俺の体調が悪くなるんでね。そうそうそう、まあいいんだ、うん、いいんだ、突っ込まれてなんぼの人生なんだ、はい、すごい、またマイクをいじって音を入れますね。ごめんごめんはい、ではあの今日のテーマは何ですか。今日のテーマ、はい、ありがとうございます、本日のトークテーマですが、はい、オープニングでも話しましたように、はい、放送日がね、うん、収録日は14日ですけれども、うん、放送日が2週間後の8月28日月曜日、うん、ウークイ、あ、運慶から始まってね、沖縄の旧盆の日になりますけれど、うん、なるっていうことでね、うん、トークテーマがおじいおばあとの思い出。はい、はい、ありますよ、うん、まあこの旧盆って言ったらね、運慶中日、まあ、中の日とかもでも行ったりするかな、うん、でウークイと3日間にわたってね、先祖の霊をお祭りする、うん、わけですけれどもね、うん、まあ、沖縄の伝統行事として、うんうん、まあ個人的にはね、旧盆という行事にね、うん、この行事にあまり思い入れとかさ、馴染みが実はなくて、うん、なんかというのもうちのね、まずまあおじおばあから始まり、両親がね、うん、なんていうの、親戚の家には行きはしてたけども、うん、なんかそこまでなんていうかな、長い時間お家にいて、なんかどんちゃん騒ぎするみたいなさ、なんかイメージとしてはあったんだけど、もうすぐ行って挨拶して帰るって感じ。そう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 、夜にね、みんな打ち紙とか燃やして、うんうん、またねってやったり、運慶ウークイの日にか、うん、やったりするんだけど、意外となんか夕方俺たちがもう疲れたなって子供たちがね、うん、顔してたら、じゃあそろそろもう燃やすかっつってやったりしてたから。そうなんだ、うんうんうん、うちはちょっとあれだったよ、うん、おじいちゃんが仏壇持ってたから、うんうんうん、なんかできるだけご先祖様も長くいてほしいってことで、うんうんうん、夜中近くか、まあ早くても9時過ぎぐらいまで。ああ、そうそうそう、普通はね、一般的な沖縄の家庭ではそうするみたいなんだけど、俺たちなんかそこまで固執してないというか、うん、なんかあったかってのもあって、なんかまあお供え物にさ、何をさ、お供えするのかとか、うん、まああとは手順とかね、なんかしきたりとか旧盆の決まり事みたいなのってなんか結構把握してないのよね、ほとんど、ね、疎くて。それは私もそうだ、うん、であとギャンブル依存症っていう、まあ発症してというか、なんかギャンブルでね、家族に迷惑をかけることが多くなってからはね、うんうん、ちょっと旧盆の時期になるとやっぱり親戚にね、ちょっと顔合わせづらい、顔合わせづらい、そうそうそう、ある程度ね話は言ってるだろうし、俺が仕事をねしてもちょっと長続きしないとか、そういうのはね、うん、なんとなく分かってたはずだから、うん、まあたとえその親戚が集まる場所に行ったとしても、うん、きっとお叱りを受けるだろうと、まあそれがもう目に見えてたもんだから、うん、両親にね、うん、ちょっと俺ちょっと行きたくないやつさって言って、ごめんだけど、うん、ってそしたらまあ一応まあ察するさ、うん、親もね、うん、なんなら親も俺がなんか言われてるのを見るのも嫌だろうし、うん、だからお家でいることをね許してもらって、うん、まあ家族だけね、そうそうそう、家族だけ、親兄弟だけね、うん、親戚の家にウークイ運慶とか、それなお祝い事とか行ったりしてたからね、うん、からよりちょっと旧盆に対するなんていうのかな、思いというのが薄い僕なんですけど、うん、まあでもそれでもそんな僕でもね、おじいおばあとの思い出は、まあ、もう当然ながらありますんで、うん、はい、なんかいくつか、あるかなということで、他のね、はい、人たちもおじいちゃんおばあちゃんとの、まあ、先祖との思い出というか募集したところ、そうそう、はい、来ました、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんよりいただいております。あ、つかぽんさんありがとうございます、はい、亡くなったうちのおじいちゃん、うん、おじいの名前は聖域、うん、内地に行った時にびっくりされたそうなとのことです。ん？聖域さん、聖域さん、そうそうそう、
おじいちゃんの名前が、名前がなんでびっくりされたのかなと思って、よくよくちょっと本人とねやり取りしてみたらさ、うん、あの当時では珍しかったのかな、分からんけど、まあ、うん、あの世紀って言ったらさ、うん、あの人間の大事な、うん、下半身をの部分をね、うん、性器って言ったりするさ、うん、そういうのってなんかびっくりされたんじゃないかな、もしかしたら、うんうんうん、そうなんだね。そう、あの珍しい名前の人とかってやっぱいるさね、内地でも普通なのかな、沖縄だと亀さんとかさ、鶴さんとかいたりするさね、うん、俺あの知ってる人に、うん、エチコさんって言って、へえ、エツじゃん、エツコとかさ、なんかエツコさんじゃなくて、普通ありそうなエツコさんとかじゃなくてエチコさんって言ったのよ。エチコさん、本人と話す機会があったからさ、うん、これさあのちっちゃい頃とかすごく、うん、なんていういじめじゃないけどさ、バカにされたりとかしたんじゃないって聞いたわけよ、うん、年上の方だったんだけどね、うん、依存症の回復施設で知り合った人で、うん、さそうなのよって言って、うん、エッチエッチ言われてさって、あエッチな子って言われて、あなんでこんな名前つけるのかなって思ったけど、今になったらね、うん、忘れられないから名前をね、うん、やっぱ印象に残るから、うん、よかったさっては言ってたけど、あそっか、うんうん、当時はやっぱりちょっと親にもなんでこんな名前つけるかと思ったっていう話をされてたね、うん、その人、うん、なるほどね、うんうんうん、夏美さんもおばあさん、おばあとな思い出話あるよ。はい、ぜひお聞かせいただければ。あその前にツイキャス1個読みましょうね。はい、サッチーさん、両親のおじいおばあはサチが生まれる前にすでに亡くなっていたので、あそうなんだ、思い出すらないですね。うーん、なるほど、じゃあ夏美の思い出を話そうか。もうちょいなんか話してあげたらいいよ。そっか、おじいちゃんおばあちゃんの思い出がないっていうのもね、まあちょっと残念ではあるけどね、うん、うん、でもサッチーさんが生まれる前に亡くなってたってことなのかな、早くに亡くなっちゃったのかな、うんうん、そっか。でもサッチーさん言ってたよね、おじご両親も結構、うん、年配になってからの子供がサッチーさんだったみたいなことこの前なんか言ってたような気がするな、うんうん、だからようやくできた子供だったんだろうけど、その頃にはねおじいちゃんおばあちゃんがやってて、もう孫がね、うん、見たかったはずだけどね、うんうん、でもお盆で戻ってくると思うよ。そう、その時にね、うん、元気にしてますよってうとうとしたらね、いいと思う、まあ常にしてるだろうけどね、うん、お盆の時には、うんうん、はい、では夏美さんなんかおじいちゃんおばあちゃんの思い出があれば。夏美のねおばあちゃんはね、うん、ね私が、うん、その頃精神科病院等に入院してて、はいはいはい、で初めてその病院で外泊、外出が許されてた時に、うん、それが8月3日にじゃあお父さんと待ち合わせして車で迎えに来てもらおうって、ちょっと家に帰ろうみたいな、はい、でそれ で出てきたんよ病院を、はいはい、外出ね届け出出して、はい、で出てきたらちょっとおばあのところを顔見せに行こうかって、入院してるおばあちゃんがおばあがいたからね、おばあちゃんおばあちゃんで病院に入院されてたんだ、おばあはおばあで別の病院に入院してて、お父さんのお母さんだったんだけど、はいはい、それで入院しててそこに行って、うん、もう開けたら、おばあの病室開けて、うん、おばあ来たよとか言ったら、うん、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、おばあの体が透けてるわけ、この皮膚からさ湯気が立っててさ、うんうんうん、表面が透けてるわけ、はい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 、それでそんな毎回見えるようなタイプとかじゃないんだけど、うんうん、少しだけちょっと気を感じることがある時があって、うんうんうん、おばあが透けてたからびっくりして、うん、あおばあ大丈夫っていう風な感じで話をしたんだけどね、うんうん、ちょっと目もうつろだったかな、はい、ちょっと目もうつろで焦点あんまり合わさなくて、うんうん、でも体の機能としてはちゃんと正常に動いてる、呼吸とか心電図とかも大丈夫、うんうんうん、だからって看護師さんが説明してくれてね、はい、おばあちゃん大丈夫ですよ元気ですよ最近みたいな感じで言ってくれて、うん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 、でも夏美はいや体透けてるし、うん、もうそろそろっていうかダメっていうかもうそろそろ
今日ぐらいかなみたいなのは思ってたわけ、うんうん、なんとなく察知したというか、そう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 、うん、で大丈夫ですよって言われながら、いや、はいはい、無理だと思うけどなって思いながら説明を聞いてたの、うんうん、それでで病院を出てすぐ妹に、おばあちゃんのことちょっと覚悟しといてねっていう風なメールをして、うん、おばあちゃんはその日に夕方から電話がかかってきて、私に、うん、お家にいた私に電話がかかってきて、うん、おばあちゃんが亡くなったよっていう電話だったの。で、あ、そっか、やっぱりかって思って、うん、で、おばあちゃんはうちらが帰って5時間ぐらいおじいのことを待って、うん、おじいがお見舞いに来て、うん、その5分後に亡くなった。あ、そうなんだ、うん、っていう話があった。それが8月3日だった。たまたま夏美さんが病院外出してだその日に、そう、その日もおばあが呼んでくれたような気がした。だから、ああ、そうなんだね。最後にちょっと顔見たいよ言うて、そうだって、最後にね、おばあ見た時にね、うん、おばあにね、うん、おばあも行くんだねって心の中でありがとうねっていっぱい言ったわけ、はいはいはい、したらその瞬間だけ焦点があったのよ、目の、うんうんうん、で、うんって一回うなずいたの。動かなかった。返事は、あの、うん、声には出してなかったけれども、そうそうそう、うん、お父さんもいたしね、うんうん、だからまあそんな話かな、あの思い出、なんか言っちゃあれだけど、まあ面白いというか興味深い話ではあったんだけど、いい話だね、でもね、うんうん、なんかそういう虫の知らせじゃないけど、うん、いい、あの、あれよ、いい感じでおばあちゃんの思い出残ってる、うん、じゃあ最後にご挨拶できたというかね、うん、あの、お別れのことが言えたっていうのはすごく良かったね、うんうんうん、はい、ありがとうございました。はい、まあ俺の話もさせていただきたいんですけどもね、うん、俺の話はちょっと楽曲紹介中に話したいと思いますので、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日ご紹介いたしますのは、うん、ワンサイドノーツでシャドウ&トゥルース、ぜひお聴きください。はい、はい、ありがとうございます。ツイキャス来てます、うん、読んで読んで、ツイキャス、はい、キムタクさん、うん、考えてみたらおじいおばあの余命がいなければ私はいないんだよね。そうですね、父方の祖父のことは覚えていない、でもよく抱っこして可愛がってくれたらしい、覚えてないけどおじいの愛を感じます。うん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 、そうだよね、4人揃わなければそういないね、うん、存在してない。だからそう考えるとすごいよね、人間とかさ、まあ、生き物 の、 その、うん、すごいよ、うん、つながりというかね、うん、何、繁殖、繁殖って言い方したらなんかちょっと違うか、うん、違うか、ちょっとなんか変な感じになっちゃうか、うん、でもそうだよね、すごいね、それ感謝しないとだね、うん、サッチーさんありがとうございます。もし、はい、おじいおばあが健在だったら、うん、120歳超えだからね。ああ、すごいね。そっかそっか。そっか、じゃあ、サッチーさんが生まれた頃にはもう90歳超えてたんだね、多分ね。超えてたんだね。ああ、90、80、まあ90近かったか。うん、そうかもしれない。そっかそっか。そしたら、うん、まあでも長生きはされたんだね。80いくつぐらいっていうことだろうからね。うん、そっかそっか、おじいとおばあ優しかったなってめっちゃ思うよ、うん、あ、ほんと、俺もね、おじいおばあ、父方のね、おじいちゃんおばあちゃんとは幼い頃にちょっと一緒に暮らしてたこともあってか、うん、まあ母方よりは、うん、どっちかといったら父方のおじいおばあの方が、うん、に俺が懐いてたというか、うんうん、でおじいはね、大工の仕事もしててね、当時一緒に住んでたんで、うん、庭にね、うん、ブランコとか滑り台とか作ってくれたりして、もう簡単なものだけど、で、まあなんていうかな、俺がやっぱり俺の親父が長男だったもんだから、うん、長男の初孫、うん、子供初孫っていうこともあって、すごくあの可愛がってもらった。あなた可愛がられたわね、じゃあ。そうで、なんていうのかな、まあ、例に漏れず俺はおじいおばあにもね、お金のちょっと迷惑というか、ギャンブルのことでね、うん、おじいおばあのお家行っては小遣いせびったり、せびる、うん、たまにはお金もね、ちょっとちょろまかしたりしながらさ、あのすごく迷惑かけてたんだけど、それでもね、なんか、会いに行ったらね、すごくよくしてくれてね、うん、うん、
おじいはね、ちょっと一昨年ね、亡くなったんだけど、うん、おばあちゃんの方が今一応まあ健在でね、うん、でもちょっと認知症の傾向がちょっと症状がちょっと強く出てきて、うん、今病院に入院中なんだけれども、うん、なかなかちょっとお見舞いに行けてなくてね、うん、そのコロナのこともあったりして、そう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 、うん、病院自体がねちょっと控えてくださいとかって、うん、まあ会いに来たらなとは思ってるんだけどね、なかなか、うん、俺もおば好きなんでね、うんうん、すごくよくしてもらってたから、うん、はい、ちょっと会いたいね、会いたいね、うん、まあそのうち、はい、行けたらいいなと思ってます、うん、はい、ではちょっといいですかね、はい、はい、お聴きいただいております楽曲はワンサイドノーツで、ワンサードノーツでシャドウ&トゥルースでした。はい、このワンサードノーツは今から6年前の2017年に放送されたテレビアニメ、うん、アッカ13区監察課のために結成されたこの作品限りのスペシャルユニット、うん、で、まあ今紹介している楽曲はアニメのねオープニングテーマ曲として使用されました。うーん、はい、ジャズを軸にしている曲にね、女性ボーカルとラップがとにかくかっこよくてね、うんうんうん、この作品限りですって聞いた時はちょっとショックだったんだよね。ああ、うん、これがねもったいないと思っちゃってね、これで終わりってこと、解散ってこと、そうそうそう、残念です。はい、ではエンディングいきたいと思います。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、今日本日はね運慶ということもあって28日、はい、おじいおばあとの思い出をちょっとおしゃべりさせていただきましたけれども、うん、はい、夏美さんはね、うん、おじいちゃんおばあちゃんが使ってたブランケットだったりタオルケットかな、うん、今でも大事にされててね、うんうん、持ってるよ、持っててね、冬はおばあちゃんのブランケット、ピンクのブランケット、うん、まあ、そうそうそう、おじいちゃんのブランケットもあるね、おじいちゃんの黄緑色の、うん、そうそう、入院中にもねちゃんと持って行ってね、うん、使ってたよね、使う使う、あ、そんぐらいなんかおじいちゃんおばあちゃん、そう、おじいとおばあ大好きだったのよ。はい、山口のねお母さん方のおばあちゃん、うん、もうとにかくおじいちゃんおばあちゃん好きよね、なんかね、好き、うん、好き、またね、山口のおじいちゃんおばあちゃんはねかっこいいの、おじいちゃんかっこいいの、あ、そうなの、イケメン、イケメンだったの、へえ、タモさんのメガネ外して、うん、いや待て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 、タモさんメガネ外したタモさんがあんまりイメージできないからその例えはちょっとおかしくなってる気がする、ほんとほんとイケメンだったのよ、はい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 、県庁に勤めててね、おじいちゃんね、あ、公務員、お堅い職業というか、まあしっかりされてたんだね、そうそうそう、うん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 、それでね、うん、ね、おばあちゃんおばあちゃんでまたね、うん、なんかほんわかしててね、これまた、はい、うん、かわいいおばあちゃんなのよ、山口おばあちゃん、で電話するとね、おばあちゃんも今ちょっと認知症入ってて、うん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 、ちょっと電話してもわからないだろうなってなってるんだけど、うんうんうん、でもなっちゃん、なっちゃん言って電話口で、うん、あんた今どこおるんって言うの、いつも、あ、おばあちゃん夏沖縄におるよって言って、沖縄で過ごしてるよ、暮らしてるよって言ったら、ほう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 、まあ気をつけて気をつけて、また気にさえねえとか言ってそうそうそう、優しいの、はいはいはい、山口の方言もね、なんかちょっと心が温まるというか、うん、穏やかな気持ちになる優しい方言だよね、山口の方言って、うん、いいよいいよ、あ、俺ね、ひいおばあも好きだったの、うん、すごく可愛らしいおばあちゃんでね、うん、で俺の血筋ってね、うん、父方のひいおばあなんだけど、まあひいおばあもおじいも、まあ都の血筋なんだけど、うん、ちっちゃい頃のね、俺がなんか粗相というかいろいろ、うん、なんていうのかな、びっくりさせたりとかした時とかね、ひいおばあ、イギーって言うわけよ何それ、もうそれ言わすのが好きでね、ちっちゃい頃、うん、それを聞くのが、イギーっていうのが、うん、なんか宮古の
な方言って言ったらいいのかな、うん、なんかちょっとびっくりしたとか、もうあんたよみたいな感じのニュアンスで、うんうん、いいって言うわけよ。そうで、まあおじいもね、まあ都の人だから、うん、あのびっくりしたりしたらさ、あがいたんりがまって言うわけよ。それも聞くの好きで、うん、秋さみよみたいな、うん、あの本当で言うところのね、うん、のニュアンスだとは思うんだけど、うん、あの聞いてたらね、うん、あがいたんりがまって言うわけよ。あがいたんりがまって言うんだ、うん、覚えてる覚えてる。それ聞いてね、なんかニヤニヤしてた記憶がある。イギーとあがいたんりがま、はあ、面白いね。そう、都とね、またやっぱ本当で方言違うなっていうのがあって、まあウクイウクイ、はい、ありますんで、3日後のウクイ皆さん、はい、ちゃんとお、なんてお別れというか、はい、またねってやらないとね、うん、はい、では本日のメンヘラジオはこげるやでお開き、今日も元気に病気中、中村なつみと中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。ありがとうございました。ツイキャスもひむたくさん、さっちーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。夏美たち、今日も無事に一日生きていけました。